こんばんは。5月10日金曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。派閥裏金事件初公判、規制法改正、与党案徹底検証です。それでは今夜のゲストをご紹介します。元経済産業副大臣で自民党政治刷新本部幹事の牧原秀樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。立憲民主党政調会長の長妻昭さんです。よろしくお願いいたします。元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お世話になります。フジテレビ社会部記者で司法キャップの山下隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自民党派閥の裏金事件で政治資金規正法違反の罪に問われた安倍派事務局長で会計責任者の松本純一郎被告の初公判が今日東京地裁で開かれました、うん、こちらで見ていきます。まず起訴状読み上げで、松本被告は2018年から2022年の5年間で計およそ13億5000万円を虚偽記載とし、罪状認否で松本被告は起訴内容を大筋で認めた上で、一部の議員が中抜きした分は把握していなかったと主張しました。また検察側の冒頭陳述では、松本被告は前任者から説明された通りに収支報告書を作成すれば収入支出とも虚偽の金額を記入することになると認識したが、かねて虚偽記入が発覚してこなかったことなどから収支報告書の虚偽記入を継続することとしたと指摘しました。松本被告の様子、はい、どのようにご覧になりましたか。傍聴した記者から、報告が全部上がってくるんですけども、はい、最初の人定質問と、罪状認否で裁判長から質問があるんですが、そこでかなりはきはきと力強く答えていたと、堂々としている印象を受けたという話を聞いております。この起訴内容は大筋で認めたということになるわけですけれども、今後は裁判の焦点どこに当たってくるというふうにご覧になりますか。そうですね、概ね認めているということは、焦点といえるものはちょっと少ないんですけども、おそらく裁判これから考えると、あと普通だと3回ぐらいで、判決まで行くんじゃないかなと、でその中で、焦点があるとすれば、量刑になるかなと、でポイントとすれば、行為の範囲と、情状酌量というところですね、不起訴については認めていますけども、議員側が中抜きしていることは、把握していなかった、ここがちょっとポイントになるかなと思ってます、中抜きは知らなかったと主張する意味合いはこれ情状酌量、なるほど、これのみです。知らなかったから、そこは、考えてよと、そういう意味合いで、中抜きは知らなかったというところを、強く主張しているんだと思います、若さんどうですか。その僕は知らなかったんですよ、議員がパーケンの売上を超えた分をこうしてたことについてはっていうの、ここは裁判官としてはですよ、はい、そうか知らなかったのかと、じゃあ13億5000万のうちの4000万か5000万か知りませんけれども、数千万円の分はこれは割り引いて考えてもいいんだなっていう、ここによって例えばじゃあ罪が軽くなる可能性ってあるんですか。結論からいくとないと思います、ね、あそうですか。もうほとんど起訴事実通りに裁判所は認定すると思いますし、でそもそもですね、やっぱりその検察が今日冒頭陳述と言って最初に検察の主張を述べるんですけれど、検察のその最初の主張を聞くことによって、検察がこの事件に対してどういうアプローチをしたいか、どういうスタンスで臨みたいかっていうのが大体分かり得るんですよ。で今日聞くところによると、冒頭陳述はほとんどその表面的な話に終わっているように、だから我々あるいは国民が知りたいドロドロとした話はもとよりないしということなんで、そうなると検察側もおそらくこの事件はもう早々に終わらせてあんまり深掘りしない、だから国民が知りたいところについて、かゆいところに手が届くようなことは一切検察はしないと、でこういう政治案件というのはですね、検察も非常に神経質になるんで、有罪にできるだけのことだけをすると、だからそれ以上のものは言わないと、やらないと、で下手にその言及すると、政治家の関与を言及すると一回叩かれたことがあるんですよね。今回も本当だったらいっぱいいろんな政治家の関与とかなんとかいうのドロドロした話がやっぱりいきさつやなんかにおいては当然出てきてもおかしくはないんですが、先ほどの冒頭陳述を聞いたところによると、その辺のところ もうほとんどさらっとほとんど触れてないような感じなんで、そうすると検察はもう早く終わらせたい、
で、まあ、松本被告の方もこれは早く終わらせたいと思ってるわけですから、はい、もうそこはウィンウィンなんです、ね、なるほど、ウィンウィンって言いますか、こういう時に。ウィンウィンというか、はい、まあ、利害が一致して、大心水心みたいなね、利害が一致しちゃってるわけです。はい、はい、ではここで安倍派の金庫番とも言われました松本純一郎被告とは一体どういった人物なのか、こちらで迫っていきたいと思います。まずは NTT の出身で現在76歳です。退職後に NTT の政治団体の代表となり、その後 NTT 出身である世耕弘成前参議院幹事長が当時安倍派会長だった細田博之氏に紹介し、安倍派の事務局長を任されます。その経緯について世耕氏は、 NTT 時代にお世話になり、マスコミ対応でお世話になり、その後政治団体の懇親会で再会した。前任の事務局長が辞めて後継を探していた時期で、細田会長、前衆院議長ですね、に紹介したと話しているということなんですね。牧原さん、これ政治としては素人の方だったのかなというふうに思うんですけれども、こういう事務局長ですとか議員の秘書っていうのは素人の方をこう紹介してその任につけるということはよくあることなんでしょうか。まあ、よくあることですし、おそらくこの方の場合 NTT 系の政治団体の代表をされているので、はい、全くの素人だったわけではなくて、まあ、大手の企業出身で、そして政治の関係も詳しくて、そして、まあ、立派な方でということで多分ご紹介されたんだと思いますね。なるほど。むしろ当時としてはすごいいい人が見つかったという方だったのではないかと思います。山下さんね、検察側はじゃあこの松本事務局長が要するにその権限としてどの程度のものを持っていたのかと、この裏金作りにどの程度こうコミット主体的にねコミットしていたのか、このあたりどう見ているというのをご覧になってますか。先ほど若狭さんもおっしゃられたように、はいはい、まあ、今回の裁判はすごく、まあ、不記載についての裁判ですので、うんうん、はい、もうその細かい小さいところのみをやっていると、うん、なるほど。僕が今言ったように聞きたいところには多分この裁判入っていかない、うん、そういうことです。あくまで、うん、収支報告書の責任者は、はい、まあ、会計責任者であると、はい、で検察側の今回の冒頭陳述の中で1点だけ気になったのはその、はい、収支報告書の作成、はい、まあ、これは事務局の職員が行っていたんだと、うんうん、で、まあ、会長や、うん、事務総長、うん、まあ、こうした国会議員が関与することはなかったと、うん、まあ、指摘しています、うんうん、若狭さんね、はい、今回 その検察側 その冒頭陳述の中で松本被告 その虚偽記入というのは松本被告の前任者の時代にすでに行われていて、被告はそれを引き継いだというこういう話がある、はい、検察が逮捕した人がそこにいて、その人の裁判をやっているときに、いや、この人がやっていることっていうのはずっと前からやっていることなんだよと、彼は引き継いだだけなんだよと、これはどう見たらいいんですか。これはですからもう結論的には執行猶予なんですよ。だからそんなこと言います普通、うん、だ慣習的にやってきてるから、はいはい、まあ、それほど罪がないって言ってるに聞こえる、重い責任はないでしょうというようなことを前提にした。検察側ですよこれ、弁護が言ってるんだったら分かるんだけど、まあ、ですからそういうことで、うん、はい、結局ドロドロした話がですね、うん、まあ、出さないで済むと、はあ、いうことになっていくんだと思うんですよね、はあ、中島さんね、こういう展開になると、じゃあ例えば僕ら的に言うとその司法の場において一定程度まで究明解明ないしは、まあ、真相がある程度明らかになった上で、その上でじゃあ政治の場において法的に、まあ、訴求しきれない時効以前の問題とか政治的な責任とかそういうものっていうのを政治の場でどの程度究明解明するのかなっていうふうに、まあ、関心はそっちに移っていくんだけれども、どうやらその材料があんまり出ないような裁判になるんじゃないかというような印象を今のお話だと僕は受けます。この裁判に対してどういう期待を持ってご覧になりますか。いや、もう予想通りですよね。だってこの、はい、基礎事実というか、はい、それがもう狭い、うん、その不記載の話に限定されてますよね、はい、うんうん、やっぱり本当は実はですね、この松本さんについては、うん、参議院の予算委員会で証人喚問を呼んでるんです、はい、うん、呼んでるんです、うん、来ていただきたいと思うんですけども、うんうん、自民党が OK すればすぐ来ていただけると思うんですが、うん、まずやっぱり本当は聞きたいのは、じゃあ政治家に一度も相談しなかったんですかと、ちょっとしたことでも含めて、うんうん、あるいは収支報告書を出すときに、うん、それはなんか責任者に見てもらいますよね、チェックを、うんうん、これなんか全部自分でやったんですかとか、うんうん、あるいは一番知りたいのは、一回
安倍総理が一回止めて、で再開したときに、これなんか事情知ってますかと、どうしてなんですかとかですね、じゃあそもそも前任者は何か言ってましたかと、一番初め始めたときはなんだ、どういうふうに始めたとかですね、誰かがいたとか、森総理がどうだとかですね、だからそういうことを全然やっぱ聞けないわけですよね。聞けないですね。だって検察が今日の冒頭陳述で、被告はそれを引き継いだっていうふうに言われてしまうと、止めた再開のプロセス、その後の再開のプロセスを検察側はそこに興味がないというふうに僕には聞こえちゃう。だなんか興味がないのとプラス、余計なことがもし出てくると大変なことになりますよね。誰が大変になるんですか。いや、やっぱ検察も含めて裁判も含めて、はいはい、いやそれはじゃあもう甘かったんじゃないかとか、はい、捜査がもうちょっと突っ込みが足りないんじゃないかとか、じゃあその政治家の側面はどうなんだとか、なんかちょっと恐る恐るみたいなイメージを私は感じてしまいますね。恐る恐るですか、若狭さん。まあ、恐る恐るっていう言葉が適してるかどうか分かりませんけど、はい、まあ、少なくとも、はい、人間の姿勢ですよ。はあ。だから、まあ、ある意味そのこれでなんかいろいろともうどんどんとなんか新しい事実が、今まで我々が分からなかった事実がこの裁判で松本被告人の口からなんか述べられたとした場合にはですね、今検察審査会にかかっている案件がありますよね。そうすると今度検察審査会の検察審査員がこの裁判で松本さんがいろいろとね、我々今まで知らなかったことがどんどん言い始めちゃった場合にはすごい影響が出ると思います。出ますよね。ですからそうすると検察にとっては検察審査会っていうのは非常に怖い存在なんですよ。なるほど。まあ、要するに検察の不起訴やなんかが、まあそうですね、自分たちの仕事が甘かったって叱られるようなイメージで僕は見てるんですけど、だから検察審査会の結論というのはなるべく検察の不起訴っていう判断が、はい、まあ、ある意味正しかったというところに持っていきたいんですよね、はい、ところが今回この裁判で、まあ、泥臭い話が出ちゃったりすると、はいはい、検察審査会の方が盛り上がっちゃって、これはやっぱりもう一回捜査させなきゃいけないでしょっていうふうになると、はい、やぶへびになるんですよ、うん、検察にとってみると。ある意味検察は起訴するまでは相当強く追及はするんですけれど、でもひとたび起訴しちゃうと、その起訴の範囲内で有罪を取れるだけ、必要不可欠、必要最小限のもので足りるっていう、ベストエビデンスとかいう言葉が言うんですけれど、はいはいはい、そういうもので勝負するっていうのが、まあ、検察のこれまでの情動なんです。ここまで今日初公判が開かれた安倍派の会計責任者、うん、松本純一郎被告とはどのような人物なのか伺ってきました、はい、ここからは派閥の裏金問題をめぐる裁判がどのように進んでいくのか伺っていきます、うん、現在派閥の裏金問題をめぐり起訴されているのがこちら、今日初公判が開かれました安倍派会計責任者松本純一郎被告の他にですね、5年間でおよそ3億8000万円を虚偽記載した罪で在宅起訴された二階派会計責任者の永井仁志被告、こちらは6月19日に初公判が行われます。そして議員側ですけれども、安倍派に所属していた衆議院議員で自民党を除名された池田義孝被告はおよそ4800万円のキックバックを自身の政治団体の政治資金収支報告書に収入として記載していなかった罪で逮捕起訴、また自民党を離党した大野康忠参議院議員はおよそ5100万円のキックバックを政治資金収支報告書に記載していなかった罪で在宅起訴されています。山下さん、検察は一連の事件についてどのように決着点を見出そうとしているんでしょうか。そうですね、あくまで刑事処分を科すと、まあ、判断した人たちをまあ立件したわけですから、まあ、起訴した内容がまあ裁判で有罪を取れるか、もうこの一点です、まあ、先ほども話したようにもうこのちっちゃい部分、ここだけをまあしっかりやると、でその周囲の話は基本はあまり出ないというのがまあ今回の裁判なのかなと思ってます。山下さん、一方この表に出てる池田さんね、はい、池田さんは要するに検察の取り調べに対して黙秘、はい、一切これ黙秘してるってことで何も喋ってないってことですか、はい、そうですね。これはその戦術としてね、はい、狙いは何で、その効果としてはどうなんだっていう、そこはどうご覧になりますか。そうですね、まあ、本人としてはやっぱり、はい、納得できない部分がまあ、あるんだと思うんですけども、まあ、基本裁判の流れとしては認めている人からどんどん裁判が進んでいきます、はい、で否認している人は、まあ争点が多いということですから、はいはいはい、どんどん後ろになってくる、はい、で
その前に認めている人がどんどん有罪が出ていくと、はいはいはい、でそれで本人が、まあ、あのプレッシャーかかるということもあるかなと思います、はい、ほう、若狭さんどうですか、この黙秘戦術っていうのはなんかメリットっていうか評価どうご覧になりますか。まあ、少なくともですね、はい、その派閥側 の、はい、あの不記載、会計責任者の不記載の問題と、はい、今度池田さんとか大野さんというのは今度は自分個人の方の不記載ですね、はい、ですね、だからちょっと質的には違うんですよね、はい、ですからそういう意味においては、うん、まあ、黙秘というか否認をすると、うんうん、否定をするというようなことで、うん、戦うという戦術は弁護団とするとしてはあると思います、うん、これ、はい、あの松本被告は、はい、あれですよね、一番のやっぱり知りたいところというのは、うん、そのキックバックを一回やめて、はい、戻ったプロセス、再開した、そうそう、再開した時に安倍派の会計責任者だったわけですよね、うん、そうですよ、だここを聞きたいですよね、うん、一番、うん、でこれは裁判で誰かが聞くっていうことはあり得るんですかね。あの結論からいくと今の裁判の推移を見ると、うん、誰も聞かないだろうと、あの、はい、まあ、検察は先ほど来申し上げているように、はい、もうある意味あのそんな踏み込まないような姿勢であるし、うんうんうん、弁護団もそこを踏み込んでも、うん、あんまりあのむしろあの松本さんには不利益になる場合があるわけ で、ね、はいはい、だからそうするともう当たらず触らずみたいな形にはなると、まあそういう意味においては、ね、うん、もう被告人ですから、うん、被告人って嘘ついてもいいわけですよ、まあ、ほう、あの罰せられないんですよ、嘘ついても、はいはいはい、ただ今度は証人尋問ってね、はい、その参議院、あ、証人喚問で、はいはい、証人として呼んできて国会でね、国会でやった場合には今度は、はい、偽証罪っていう、ね、はい、特別 の、 あの偽証罪があるので、うん、はい、そこだともう嘘つけない、はい、わけですから、そうそう、お答えできませんって差し支えがあるのでお答えできませんっていうその必殺技の繰り返しになるわけですよね。いや、ただもうあの少なくても有罪が確定した、うん、はい、後に、はい、だから、まあ、要するに自分は今度はあの処罰される恐れがあるから、はい、黙秘権を使うっていうのは、うんうん、あの議員証言法にあるんですけれど、はいはい、もうすでに有罪になっちゃって確定していれば、はい、そういうことがなかなか使えなくなると、うん、さらに罪が上に乗っかってくるっていうリスクありますよね。でももし喋ったら、まあまあ、なんか本当のことがあってですよ、隠してることがあって、いや、そこはですね、はい、結構際どいんですけど、逆に、はい、逆に要するにもうこれで有罪、不記載で有罪確定しますよね、うんうん、今度は証人で、はい、あの偽証した場合には今度は偽証罪で、はい、今度また告発されてまた裁判にかけられる可能性があるんですよね。そうすると不記載で有罪になってその上また今度は偽証罪でということになるわけですから、はい、うん、それをあの考えると、うん、もうあの偽証罪になるぐらいだったらもう本当のことを言っちゃうとかいうね。でも本当のことを喋ったらじゃあ自分がさらにその政治資金規正法に抵触するようなことをコミットしていたという別の偽証じゃない本筋の政治資金規正法違反でさらにまたペナルティーが来るっていうそういうリスクはないんですか。それはないですね。それはない。だから裁判確定しちゃう、あの要するに復活した時に、はい、私は政治家が関与していると思っているし、うんうん、で特捜部もこの事実が出てきた時には、うん、これで政治家いけると思ったはずなの、はいはい、ところがまあ結果的にできなかったんですけれど、うんうん、でもいずれにしてももし政治家が関与していないということになれば、うん、要するに松本さんが主体的に全部やってたということになるから、うん、検察の今日の冒頭陳述の、はい、単に要するに慣習的にやってたということが、それが引き継いだだけっていうのは、うん、これはもう検察の認定が間違ってたって話になるわけですよ、うん、はい、そういう意味においてはこの証人で呼んでもうこの偽証罪のもう強制があるわけですから、うん、そこで初めて事実が出てくる可能性があるということは間違いなく言えると、うん、裁判におけるその被告人の陳述の中でね、そこでちゃぶ台返しを本人が口走るって可能性もあるんですか。こういうふうに検察側は冒頭陳述で言ってるけれども本当のことを今言いますって、こんなことだったら山下キャップの仕事が急にこんなに増えるんだけれどもその可能性はどうですか。いや、実は私自分の判断でやったんです、ないしはなんとかかんとか先生からあのやってくれというふうに言われたんですっていうようなことはこれ言いませんよね。通常は言わないですね。それ自分の罪が重くなるっていうそういうリスクですか。あの自分の罪が重くなるというか政治家の名前を出して、はい、今まで出てなかった政治家の名前を出してというそのリアクションというか、はい、うんうん、そっちの方を恐れると思うんですよ、うん、逆にだからもう自分はあの復活などする
ことは良くないと思ってたけれど、はい、実は政治家がもうこれもう仕方ないから復活しろって言ってきたもんだからって言えば、うんうん、松本さんはそういう意味においては情状的には必ず悪くなるわけじゃないですよね、うん、もう政治家っていう強い立場から言われたから、うん、仕方なく、はい、自分としてはもうやりたくなかったけど、うん、っていうようなあの話をすればいいわけですから、はい、松本さんが悪くなるわけじゃないと思うんですね、うん、情状的に。ただそうまでして、まあ、あの罪を軽くしたいというモチベーションが働くほどの今回重いペナルティになりそうですか？ならないですよね。どんくらいですか相場感として？僕よくわかんないですよ。相場感はですね、はい、まあ、普通13億5000万円の虚偽記載って言ったらこれは実刑なんですよ、はい、あの普通はですね、はい、ただ今回は、うん、まあ、そういうことで検察の冒頭陳述に現れたように引き継いだから、まあ、前任者から引き継いで、はいはい、まあ、もうバレることがなく来てたもんだから、うん、まあ、そういう意味においては流れの中でやっちゃったっていうような、うん、そういう枠組みになってますから、はいはいはい、そうするとこれは執行猶予になるのはほぼ間違いないと思います。ここからは後半国会最大の焦点となる政治資金規正法の改正をめぐり、昨日自民公明が取りまとめた与党案について検証したいと思います。昨日示された与党案なんですけれども、政治資金パーティー券購入者の公開基準は現行の20万円超から引き下げることは明記したものの、具体的な額は示されませんでした。一方、政策活動費の使途公開については、支払いを受けた者がその使途を報告し、収支報告書に記載すると、この文言が記載されています。うん、牧原さん、今日開催された自民党の政治刷新ワーキンググループでは、参加された議員の皆さんからどういった声が上がりましたか？まあ、あのまず幹事長や座長の方から、はい、昨日公明党さんと、はい、まあ、合意をしたと。うん、ただ、この2つは、うん、まだ、要するにこれから議論の余地が残っていることで、はい、うん、いずれもその法案を作っ、要するに法律に関わる事項として、うん、法律をこれから作っていかなきゃいけないので、はい、まあ、その過程で具体的に、決めていくと、うん、さらに詳細を詰める、まあ、こういう説明がなされました。うんうん、長妻さん、この昨日の与党案って書いてある与党案概要ね、うん、で概要って僕らがまとめた概要じゃなくて概要として発表されたこの概要、どうご覧になってますか？いや、ちょっと失礼ながらも話にならないですね、はい、うん、もう論外だと思います、うんうん、この議論がそもそも起こった理由は言うまでもなく、はい、裏金ですよね、うん、で自民党の国会議員の5人に1人ぐらいが裏金議員なわけですよ、うん、なるほど。ですからそういう意味ではもっとその野党のですね、うん、出しているのはもうよくお分かりだと思うんで、うん、それをもう丸呑みするぐらいの案を出てくればこれはあのテーブルにつけると思うんですが、うんうん、例えばそのパーティーについてもですね、はい、我々疑問なのは、うん、今回国会で明らかになったのも90何パーセントなんですね、利益率が、うん、はい、だから献金と一緒なんですよ、うん、パーティー、うん、ところがパーティーだけは外資系だろうが外国人だろうが買えるし、うん、あるいはその補助金をもらってる企業も買えるんです、うん、献金できないんですね、はい、一定のものは、はい、ですからそういう意味でそこに全然手つけないで、うん、ちょっとなんか金額を下げるっていうのはパーティー自体がやっぱりこれ献金なので、うん、献金扱いにする、つまり我々はそういう意味では政治資金パーティーは禁止をして、うん、個人献金主体でやると、うん、こういうことなんですね、うん、で例えば政策活動費だって、うん、これ一見分かりにくかったんで私もいろいろ調べましたけれども、はいはい、うん、結局今と変わんないんですよね。つまり、そうなんですか、うん、例えばあの1年間に幹事長でですね、うん、10億円もらってる人もいますよね、はい、あの自民党で政策活動費、はい、10億円もらってるから幹事長名で党から10億円引き出して、 それをどういうふうに配っているか、そうそうそう、ここはまあこれから分かんない。だから収支報告書には、はい、例えばその書いてあるわけですね、政策活動費何々さん、はい、まあ、幹事長にいくらっていうのが、うん、はい、それトータルで年間10億円みたいな例もあるわけですが、うんうんうん、その時におそらくその政策活動費、うん、で、うん、統制拡大費、はい、トータル1億円とかですね、うんうん、政策活動費、うん、政策立案関係、うんうん、2億円とかですね、うん、それ3つぐらいに分けて、うん、それでただあの収支報告書に書くような、まあ大枠でね、はい、そうすると別に同じじゃないですか、うん、一体誰に配ってどういうふうに領収書はじゃあ添付するのか、うん、しないわけですよね、うん、ですから我々はもう基本的には政策活動費は全面公開、うん、事実上の廃止で、だ領収書のない金は受け取らない、うん、領収書のない支出はしないと、うん、もうこういう原則でやれば別にあの他の資金と同じような扱いになるんですね、うん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 、
牧原さんね、うん、僕もねこの説明、支払いを受けた者がその人を報告し収支報告書に記載、なんかこう主語がいくつか抜けていて、うん、支払いを受けた者っていうのはこれはこの図で言うと幹事長のことですか。はい、そうですよね、はい、幹事長がその人を報告し誰に配ったかを報告する、はい、でこれ誰に報告するんですか。ですね、党に報告する、この要するに、内容は、はい、党が党として、はい、収支報告書を出しているわけですね、はいはいはい、そこにその今までは例えば幹事長にいくらというところまでしか出てなかったわけです、はいはい、ところが今後はその人を報告する、幹事長がその例えばいくらもらいましたけど、はい、これこれこういうこと、はい、これこれこういうことっていう、まあその今の収支報告書にある項目に従ってちゃんと報告をしなきゃいけなくて、で党としてはそれを今の収支報告書のフォームでまあ報告をするということになります。人も金額も明記する、これ例えば5万円とか10万円とかそのなんていうの面積中かなんとかそれ以上書かなくていいとか、その辺のルールはこれからの話ですか。ここはですね、はい、今日もだいぶ質疑が出たんですけれども、はいはい、もう本当にかなり透明にすべきじゃないかという意見から、さまざまな意見が出ました、はい、まあ、その中でいずれにしてもこれは今後、まさに野党の皆さんとの協議に臨むにあたって、はいはいはい、真摯に、協議をしていく事項であるという話をされてました。そうするとね、若狭さんちょっと待ってください、ね、この牧原さん、この話ってこれをベースに与党案を作るとすればですよ、うん、今みたいなお話で金額がいくら以上かどうかはこれからの野党との協議ですとか、歳目費目に関してはどこまで細かくするかこれから野党の協議ですと言われると与党案って多分できないですよ。そこの部分はぽやっとしたままだと、うん、20万、5万、10万のところだって数字がなきゃ法案化できなくて精神総務にかける代物じゃまだないわけですから、そうするとその部分は野党との協議ですっていうことは与党案を提出しないで与野党協議、まあ、特別委員会の議論に臨むというふうに僕には聞こえる。いかがですか。はい、今日そこはちょっと曖昧だったんですけど、はい、一方で説明としては、はいはい、法案はちゃんと与党として作ると。あんな矛盾してるじゃないですか。でその作る過程でこの2項目は、うん、より詳細を詰めて明らかにして野党の方に臨むというのが、冒頁の挨拶でした。誰、幹事長と座長とさっき申し上げた。じゃあ今この話っていうのもちゃんと詰めて、20万か5万か10万かもちゃんと数字も明記して、はい、ちゃんと作るということですね。そう思います。そういう意味で今日平場をやって、はい、自民党の、いわば我々全く知らされないままこの与党合意がいったので、これについてはちゃんと平場を言って、うん、今日我々がかなり意見を言いましたので、これを受けて、公明党さんとの法案を具体的に詰める段階ではより明らかにしていく、こういうことになると思います。また方で、それが完全に決め打ちではなくて、はいはい、野党の方と今後協議に臨むわけですから、これが議員立法になりますので、そこは真摯に与党案に固執して野党の意見は全然入れないというわけではなくて、我々今非常に厳しい、もういわばもうノーというのを突きつけられたぐらいの厳しい状況であるわけですから、それは選挙に勝たれた立民さんも含め、野党の皆さんの意見も真摯に聞いて、国民の皆さんに最終的には信頼を勝ち得る、こういう出口をちゃんと作っていかなきゃいけない。若狭さん、どのようにお聞きになりましたか。政治資金パーティーの話もしたいんですけれど、まずは政策活動費、まずここから。この政策活動費というのは私は特捜部の副部長をやってた時に、もう20年前の時に、この政策活動費にメスを入れられないかということでやってたんですよ。でそれが、結果的にできなかったんで、この20年ぶりにまた政策活動費に光が当てられているということで、私はすごい思いが強いんですよね、でこれ政策活動費を本当に透明化できたとしたら、僕は岸田さん今までずっと批判してましたけれど、もう岸田さんよくやったって評価したいぐらいにすごいことなんですよ、これ。なるほど。でこれは本当ブラックボックスで大変なことなんですよ、ね、はいはい、でその観点で聞きたいんですけどね、牧原さんにちょっとお聞きしたいんですけど、その先ほどのね、今自民党が考えている党から幹事長に行って、でその使途を報告して首相報告書に記載するっていうのは幹事長が議員にまず払うわけですよね、議員とかいろんな人とか、配る。で仮に議員に払ったとした場合に、この議員に個人、議員個人に払うと個人献金禁止違反になりますよね、でそれが要するに幹事長がこの議員に渡しましたよって言ったら、法律違反、個人献金禁止違反にはならないんですか。今までの多分解釈というのは、
幹事長イコール党だったわけですね、はいはい、つまり幹事長っていう党の、はい、まあ、いわば社長みたいな存在なので、そうしたらね、そうしたら今ね、自民党が幹事長に渡すのを収支報告書に、党の収支報告書に載せてますよね、載せる載せる、で党の機関だとしたら、うん、内部の問題だから、うん、そんなの収支報告書に載せちゃいけないんですよ。なるほど。だから二律背反なんですよこれは。だから幹事長っていうのはあくまで個人だから、はい、党が自民党が幹事長に渡したお金を、はい、あの党の収支報告書にこの人に支出しましたよという形で今記載してるんですけど、うん、幹事長が党の機関だということになると、うん、まあ、会社内の総務部から経理部にお金を渡すとかね、うん、そういうような問題を全部企業のね、うん、あのあれに全部載せるかということと同じなんですよね、うん、いやこれ若狭さん の、うん、あの疑問の前に、うん、もっと初歩的に言うと、うん、私の理解では、はい、例えば幹事長が10億受け取って、うん、はい、じゃあ議員に渡すと、はい、その議員の名前は出ないわけでしょ。使途の報告の中身がまだ分かんないんです、うん、だから議員の名前出ないわけですよね。出ないんですか。出るか。これはまだ決まってないんですよね、うん、ここは決まってないです、はい、今日これ結構議論になって、はい、あのそこは出ないんだという解釈と、はい、いやいやそれは出すべきだという解釈が両方あって、うん、だから結局ね、はい、これちょっと言っちゃうんでまやかしなんですよね、うん、そのつまりさっき言ったように例えば幹事長にお金が入ると、はい、でその幹事長が党に報告して、うん、じゃあそのお金は例えば10億円のうち、うん、1億円は党政拡大、はいはい、2億円は広報活動、うん、何億円は何と、うん、そういうふうに言って、うん、で党のちゃんと収支報告書のフォーマットありますからね、うん、政策活動費を書く欄がありますから、はいはいはい、そこに政策活動費中ポツ、党政拡大、うん、政策活動費中ポツがいくらいくら、うんうん、そういうような、うん、あの形になるんであれば、うん、今の10億円がなんか3つぐらいちょっと比目が分かれたぐらいの話になるんで、はいはい、ですからそんなややこしいことするんであれば、うん、もう全部同じにすると普通の支出と同じように、うん、なるほど、そうすると収支報告書全部普通に載りますから、うん、なんでそんなややこしいことするのかなっていう、うん、あとねもう一つ申し上げたいのは、はいはい、政治資金規正法を本当によく読んでないのかなと僕は思うのは、うん、政治資金規正法の19条の3というところに、うん、その政党から出たお金は要するに政治家個人の資金管理団体に入れるということが前提とされている規定があるんです、はいはいはい、その規定を使って要するに政策活動費を要するに政治家の資金管理団体に入れるようにすれば政治家の資金管理団体で政治団体ですからそこから出たお金というのは全部収支報告書に書かなきゃいけなくなるんですよね。でせっかく政治資金規正法の19条の3というところに、うん、党から来たお金は、うん、個人の政治家の資金管理団体に入れるということを前提にしている規定があるんですよ、うん、でそれを使えばいいと僕はかねがね言ってるんですよ。でもそれをやってしまうとこの透明性が高くなって政治家議員個人は使いにくくなるから、こういうこう議員これが議員個人なのか、これも槙原さんね、これも議員個人宛てなのかその各議員の政治資金団体宛てなのかっていうところは議員個人ということで皆さんも納得されてるんですか。ここはですね、はい、多分今までの解釈っていうのは議員個人だったと思うんです、ね、はいはいはい、今まではね、はい、それは政治資金規正法の例外規定を使ったという形になったんですけれども、その今後さっきおっしゃったように、うん、確かに今まで幹事長イコール党という理解でみんな、うん、あの例外規定でやるということになってたと思うんですけれど、これ党から幹事長というところを今こういう表現に支払いを受けたものってすると、はい、それから先はその例外規定じゃないんじゃないのっていう話は私はあり得ると思うので、うん、なるほど、まあ、この辺 の、 その今日も議論出たんですけど、はい、そもそも政策活動費っていうのは政治資金規正法にないんですね、うん、それをなんとなく、うん、ありますよ。ですから19条の3に党から要するに政治家個人が所属の議員が要するに寄付を受けた場合っていう規定がありますから、うんうん、じゃなくて政策活動費って言葉がないでしょ。政策活動費っていうのはだからまあ、それは言葉というか政治資金規正法に政党から各所属議員に行ったお金はっていうのに書いてあるんだから、それが要するに政策活動費いわゆるっていう。でもそれは政治資金団体で引き受けるっていうこういう話前提になってるんじゃなかったでしょうか。いやそれはですね、はい、必ず政治団体で引き受けるっていうわけじゃなくて、はい、個人がもらってもいい。でもそうなると今度話個人がもらって個人がもらったら、はいはい、個人が政治家個人が今度は自分の資金管理団体に寄付する。特定寄付なんです、はい、いわゆる、ね、はいはい、特定寄付っていうような扱いで政治資金規正法はちゃんと書いてる、うんうん、なるほど。
じゃあもらって、じゃあこれ別に議員個人に配ったらいけないということじゃなくて、もらった議員はその政治資金団体に特定寄付の形で処理すればいいと、こういうことなんです。でもそこから先はまた透明性が上がるわけじゃないですか。そうです。だからいずれにしても逃げられないというその諦めがまだここに出ていない、それをおっしゃりたいわけですよね。いや、おっしゃる通りで、はい、だからね、はい、あの要は要するに、はい、あの法律、今の現行政治資金規正法を、うん、あの趣旨をちゃんと生かして、うん、あの議員個人がもらったお金は、うん、党からもらったお金はね、はいあの議員個人が今度は自分の資金管理団体に寄付すると、うんうん、特定寄付をすると、うんでそうするともうあとは全部支出を書かなきゃいけなくなったわけだから、うんうんうん、それですごい透明性になるんですけれど、はい、でもそれだけ透明性にしちゃうとまずいからっていうところの思惑があるもんだから、こういうもやもやした感じになんとなく要するにごまかしてんじゃないの、うん、っていうふうに見て取れちゃう。